じゃじゃん。こういうことが起きました。え、なになになに、え、なになになに、これ、ね、これどういうこと、どうなってるんですか。いや、気持ち悪いHey guys and girls on Ask Japanese, it's Kathy Cat from Tokyo. Komike no Yami. Pretty much explaining that it's saying the dark side of cosplay at Komike is a video that has made the rounds online after a certain scandalous little event that happened here in Japan. This time we're gonna go and ask Japanese people to react to it and give us their opinion and maybe an explanation why. Now if you haven't seen that video yet, it is in the description box below. Maybe open it in a separate window. Check out the very short clip, it's only like 10 seconds before you watch the movie, because we're not allowed to put that into our video because the laws and rights for YouTubers here in Japan are even stricter than in your country, so we're not allowed to put this in. So check out the quick clip and then come back to us and let's see how Japanese people on the streets of Tokyo have reacted to this little outrageous event. Let's go and ask Japanese.コミケって知ってますか？あ、知ってます。聞いたことあります。でも何か全然わかんない。あのコスプレしてる人たちがこう集まったり、あとこう写真撮り合ったりする場みたいな感じかな。お、それは今日のトピックのつながり。なぜかというと、コミケの闇っていうようなハッシュタグが最近ちょっと流行ってしまって闇。何の闇が出てくると思いますか？なんだろう。勝手に写真あげられる？盗撮とか、やっぱそのちょっと際どい格好してる人とか見そうじゃない。だからなんかそういう怪しいおじさんとか。じゃじゃん。こういうことが起きました。え、なになになに、え、なになになに、これ、ね、これどういうこと、どうなってるんですかこれ。何？いきなりなんかパッて集まってきちゃって、ね、そうです、おじさんたちが、え、何これ、怖くない？いきなり、ね、距離あったのに、うん、いきなりもう触りたいみたいな感じになっちゃったのか。じゃあそのレイヤーさんによって触ってはない、触られてはないけど、みんなが近寄りすぎた。そうだね、もう写真撮れる距離じゃないもんね、これじゃあもう、なんかもう、むしろ生、そう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 、怖い感じです。怖かっただろうね、この、うん、ね、いきなりそんな無数の人がいきなりね、そばーって一人二人だったらまだしも、うん、それを見てどう思いましたか？なんか危険っていうか、その多分やられてる方の人がその嫌だと思ってなくても、こうやって見て、え、大丈夫なのっていう、こう思っちゃう、なんか危ないんじゃないって思っちゃう。触るか触らないかぐらい、ギリギリぐらい、うん、しかもやっぱ薄着なんでね、女の子もね、あれなんか写真撮る目的じゃない近寄り方だったから、うん、そうね、なんかそうだからね、距離持ってちゃんとなんかね、写真とかね、うん、撮ってもらいたいけど、やっぱね、そこは境界線はちゃんと守った方がいい、ね、そうだね。なんでこういう風になっちゃったんだろう。でも別になんかあれだもんね、こう掴んでるとかではないもんね、うん、ただなんかわーみたいないいアングルで撮りたかったのかな、撮りたかったのかな、とか、もう少しでも、うん、近くに、近くでこう顔とかちゃんと見たかったのかな、うん、みたいな感じなんで、あとみんなが多分やり始めたから、うん、なんか後ろの人とかは多分訳も分からず便乗しちゃってる、便乗しちゃってる人も多分たくさんね、あれいそう、なんかいそうな感じした、うん、あ、前やったからついてきたみたいな、うん、だから最善の人がやっぱちゃんとしてれば多分良かったと思うんですけど、配線がちょっと変な風にやっちゃったから、うん、後ろも続いてなんか、うん、ね、変な動画みたいになっちゃったよね。じゃあ今のケースはレイヤーさんの女性3人と周りのカメラマンさん男性で、逆の場合はありますか、日本には。だから男性3人がコスプレして女性がパシャパシャ周りみんな。でもね、うちらのね好きなジャニーズとかそうじゃないですか、うん、やっぱかっこいい綺麗な男性にやっぱ女の子たちって惹かれると思うんですよ、うん、あんなに近くはないかもしれないけど、その舞台とかの上で一人の人のためにこう何千人何万人っていう人がバーって見ることはやっぱなんか似てるのかなと思います、うん、ライブみたいな。でも別にあの囲んで写真撮ったりは、あんまりなんかね、なんかあんな距離でっていうのはやっぱないよね。こうなんかその人のことが本当に好きだったらマナー良くしたいと思って、あんまそういうことはやんないです。あ、逆に相手のことを考えてやらない、うん、そうです。嫌われちゃうじゃないですか、そんなことしたら。嫌われちゃったらもうね、うん、それ以降もう一切近寄れなくなっちゃうんで、やっぱマナー大事ですよね。いらっしゃいませすみませんでした二人はアニメが好きですか？あ、好きです、好きです。
どういったアニメと何系とかよく見てますか？学生の頃は時間があったので見てたんですけど、最近は鬼滅の刃見ました。海外でも大人気です。一番最近だとなんか働く細胞っていうアニメが好きで、それは一番最近すごく熱心に見てたかなって。はい。なのでコミケっても聞いたことありますか？あ、聞いたことある、はい。じゃあコミケの闇のハッシュタグが最近ツイッターでトレンドになってしまったんですが、理由は聞いたことありますか？あ、私もわからないんですけど、よくなんかある意味出会いの場になってて騙されちゃったりとか、あとスリとか多いっていう話はなんかちょっと見たりとかしますね。一応動画に見てもらったリアクションしてもらう、この3人の女の子たちがあのコスプレして周りの人みんな撮影会で来てたんですね、うん、なんでその時にはある実験が起こりましたのでリアクションお願いします。あ、これ見たことある。怖いねこれは。そうなんだ、わー怖っ。と、痴漢はされてないってレイヤーさんが自分の書いていました。あー怖いね。ちょっと困ってるね。そこで海外の人はなんでこれこういうことが日本で起きたんだろうなみたいな思ってたので、まず見てどう思いました？なんか見た限りそのレイヤーさん以外は多分年上の男性だと思うので、あの量で来られたらちょっと身の危険を感じたんだろうなっていうのは思いました。なんでこういうことになっちゃったんだろうなって海外思ってるのは、やっぱ日本人結構みんなシャイだし、例えばグループ集団とかのせいとか、うん、何がなんだろうって思ってるので、自分が今パッと見てどう思いました？もっと、まあ、でもルールとかねちゃんとしてあげたら、うん、女の子怖い思いしなかったのかなって。もうちょっとなんかこう好きなものすぎて周りが見えなくなっちゃってだと思うので、もうちょっとこういくら好きなことでももうちょっと理性的にモラル守っていかなきゃいけないなって、自分も結構こう好きなものがあるのでちょっと反面教師になりました。なんかちょっとマナーを守ってその好きな人が安心して活動できるように応援しようっていう風に思いました。やっぱ好きなことで好きでいられるのは全然いいけど、周りに人迷惑かけないって思いました。はい、気をつけましょう皆さん。なんかみんなすごく寄ってきたじゃないですか、けど痴漢はされてないので、何を目標にそんなに寄ってきたんだろうな。そこでしか取れない、なんだろう、彼女たちの票、なんだろう、なんだ、ファンだからこそこうギリギリまで取りたい。あ、触ってないんだとしたら多分それを写したいのかな。あ、その瞬間触らないけどもう写真でなるべく近づく、性的な写真を撮りたかったのかなっていう風になんか思っていなくても、なんか見てる方からするとこう短いスカートの丈だったから、そういうギリギリの写真を撮りたいのかなっていう風にちょっと思っちゃいました。なので好きなことは好きでいいけど、マナーを守って人に残念な思いでさせないのが大事ですかね。はい、お疲れ様です。コミケのイメージは何ですか？アニメとかオタクですかね。最近は外国の方がいっぱい来るかなって思いました。でコミケの闇っていうようなハッシュタグがそれでちょっとバズってたんですけど、闇って何だと思いますか？お金がなくなるとかですか？欲しいものの競争で怪我する人が増えるとかですかね。実は、この3人の、コスプレイヤーさんが撮影会をやってて、である時がこれが起こりました。いきますよ、はい、正直リアクションお願いします。えよ、盗撮？あ、そういうこと？気持ち悪い。こういうことが起きたからこそコミケの闇って最近。怖っ。触られてはないんですか？ないらしいです。嫌ですね、うん、なんかちょっと日本っぽいかもしれない。なんで日本っぽいですか？一人あればみんないいかなってやっちゃうところが日本っぽいかも。でみんなやってるからこそじゃあ私もみたいな、一人が動いたから俺も動けるみたいな、なんかやってればまあバレないかなみたいな。やっぱ一人が動けばみんな便乗してついていく、日本人ですね。あとなんか例えばカフェとかで一人が注文すればみんな並び始めるとか、日本人ならではです。でも外国人の方々だったらそんなん関係なしで普通に買うと思うんですけど、日本人誰かが買わないとこう来ないです、その店に、とかあるよね。はい、ありますね。やっぱり誰かの真似しちゃうのは同じかもしれないですね。
しばらくお待ちください。コミケって聞いたことありますか？あります。どういったイベントなんでしょう？なんかアニメの好きな人たちが集まってみんなで見せ合ったりする。コスプレイヤーさんが多いイメージがありますね。行ったことはありますか？ないです。よし、なので次の質問に行きます。最近コミケの闇っていうようなハッシュタグは流行ってるんですけど聞いたことありますか？そういった話って知ってますか？いや知らないです。おー、いや気持ち悪い怖いですね。怖い。なんでこういうことになったんだろうなって話になって、なんでだと思いますか？やっぱなんか男のこうカメラが多いんで結構肌とか出しちゃうとそういうとこに目がいっちゃうのかなって思います。写真撮るじゃなくて、なんだろう、その場のノリで集まっていくみたいな感じだと思うんですよね。一人がやったからみんなでやる、多分そんな感じだじゃないかなとは。なんかそういうやっぱ一人がやったからみんなでやるっては日本で独特な文化なんですかね？はい、そうですね。 Wow!I mean, my general reaction was like, how? Why? Why did that even happen? Japan is generally a very reserved culture. You don't really get that close up to people, even to people you know, even to your family. I don't see many people in Japan who get up that close to their own family members, a very distant culture. So when I saw that clip, I was like, wow, what just happened? Apparently, the situation was, is the girls were doing a shoot.And they, one of them mentioned that, oh yeah, we could make the circle a little bit smaller. Well, that was a lot more than just a little bit smaller. And you could see they were doing something else at that time. But according to the cosplayer who put the video up online, she said, well, she didn't seem to complain about it. But she said, wow, this can happen at events. No one of them got touched, but they had to get a member of staff to pull them out of the pool of people that had come up too close to them. Some of the reactions I got was, it's a group culture thing. One person does it, everyone does it, oh, you do it too. Which doesn't make it okay, but that might be one of the reasons. It's one of the explanations we got. Yeah, I still don't know what to think about it, because generally in Japan, the cosplay rules are so, so strict. Generally at events, even if you have a camera, you need to register your camera. I've seen that happening for cosplayers. There are certain cosplayer dedicated zones and stuff. If you want to cosplay in Japan, it's not easy. You need to abide to a lot of rules, and the cameramen need also to abide to a lot of rules. That's why this video,It's kind of a rare case of something upsetting the system, which I hope doesn't mean that next year at Comic-Con they make it even stricter on the rules, because they're already pretty strict, but maybe find a way to, you know, protect the cosplayers from something like this happening or becoming a thing. That's all I can say to it. Let us know what you think about Comic-Con no Yami, the dark side of cosplay at Comic-Con. Let's find out.Thank you very much for checking out our video. Don't forget to subscribe for more content here from Japan. Also, give us a like to say thank you for making this video. You know, just give them something back. I love it when you guys do that. And I hope you have a great day, and I'll catch you soon for more stuff here on Ask Japanese. Bye!